ただいまご紹介いただきました村上です。よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、お手元の資料の要領で進めていきます。今日1時間、大体1時間ごとに2回の休憩を予定してますので、ご了承ください。私は培養産業情報化コンソーシアムというところに所属しておりますが、常駐先として産総研産業技術総合研究所の生物情報解析研究センターというところで、人遺伝子のデータベースの開発と、さまざまなデータベースの情報提供ということをやっております。で、今日の内容なんですけれども、日本バイオインフォマティクス学会主催の、技術者認定試験というものがありまして、皆さんその受験される予定がある方もいらっしゃると思うんですが、その試験範囲としてキーワードが、JST あるいは JSBI から出されておりますが、その中で今日はバイオインフォマティクス、3つの生命科学分野、情報科学分野、バイオインフォマティクスの中の3つ目、その中の特に分子生物学データベースを全体的にやって、それから配列解析の中で特に系統解析の部分ですね、それが今日の内容になります。で、分子生物学データベースの全体像のイメージなんですけれども、そのデータの対象範囲というのが様々ありまして、一つ大きく生物種という括りがあります。それが横軸ですね。で、データの、分子のタイプ、あるいはデータのタイプっていうのがありますが、それが縦軸で、ご覧のようなその一つの丸い枠が、一つのデータベースが、対象としている範囲と考えますと、小さく、特定の生物の特定のデータというデータベースもありますし、ある意味横断的に、DNA は全体的に扱っているとか、そういうさまざまなデータベースがあります。で、今日は特に有名かつ広範囲の統合型データベースを中心に紹介していきたいと思っています。で、一つ目なんですが、文献データベースです。医学生物学の分野でやっぱり最も重要な知見というのは論文として出ている。そういうことで、論文の内容を収集したデータベースっていうのは非常に価値が高くて、いろんなデータベースの中でも特にそのアクセス数もトップクラスであります。で、有名なメドラインとパブメドについてご紹介します。で、メドラインっていうのはメディカルリタラチャーアナリシス&リトリーバルシステムオンラインというもの名前ですが、医学関係あるいは関連分野の論文を収集したもので、アメリカのナショナルライブラリーオブメディスン NLM というところが編集しています。で、内容としては論文のタイトル、著者、用紙、それからジャーナル名、それから何ページから何ページまでかというようなものを入っていますが、2008年までのデータですと約1700万件、ジャーナル数で5200雑誌が入っていると。で、特に特徴的なのはですね、メドラインに特徴的なのはメッシュと言われるターム、言葉を独自につけていると。各論文にこういう関係の論文ですよというのをつけているのが特徴で、これについてはちょっと後でまたご説明しますが、階層構造を持っているキーワード群という特徴を持っています。で、このメドラインっていうのは論文自体を集めているわけではなくて、実はその、タイトルとあるいは用紙までですね、本文や図表は入ってません。で、用紙が全部あるかというと、80% ぐらいの2000以降に発刊されたジャーナルで言えば、8割ぐらいの用紙は入ってますけども、2割ぐらいは用紙もなくて、タイトルやその上の部分のですね、著者やページ番号止まりだったりするわけです。で、言語的には9割ぐらいが英語で、その他多国語、
あるんですけれども、その場合は英語に変換して、あるいは英語で書かれている部分だけを掲載しています。で、まあ、ほとんど9割ぐらいは英語のジャーナルですね。英語で書かれたジャーナルを集めています。それから、用紙が載ってないケースの例はどういうものがあるかというと、もともとの論文に用紙がないタイプであるとか、あるいは英語で書かれてない場合には、そのメドラインには用紙がないと。で、パブメドというのも非常にそのメドラインと近い、別のものなんですけれども、これはやはり同じ NLM が収集したもので、メドライン以外の生命科学分野の文献を追加したものです。で、件数でいうと、まあ、これは48年以降の、その最近のデータで言えば1900万件。先ほどはちょっと、同じ年代かどうかはあり、ちょっと厳密かどうかわからないですが、1700万件ぐらいだったのが、まあ、パブメドはもうちょっと追加があって、1900万件。もちろんその無料で、全文へのリンクがあります。全文というのは、それをオリジナルで出している論文雑誌社へのリンクがあって、本文の PDF ファイルが、契約していれば取れると、あるいはフリーであれば取れると、あるいはそのパブメドセントラというサイトでは、雑誌社とは別に独自に、公開できる論文、本文を集めてますので、そこへのリンクがあったりします。これはパブメドのホームページでありまして、で、その上の方のポインターはどうやって刺すんですかね。オンラインでポインターを刺す場合には、画面上で、できますね。すいません。まあ、ご覧のように、パブメドを対象として、ここにキーワードを入れてですね、キーワードサーチを行います。で、メッシュのタームっていうのが、まあ、メドラインやパブメドの特徴だって言いましたけれども、これはどういうものかっていうと、コントロールドボキャブラリー、まあ、非常にそのあらかじめ考えられた、単語あるいはフレーズであって、キーワード検索をする際に、まあ、役に立つものなんですね。まあ、特にその同義語の問題が、もともとあったわけですが、そういうのを解決するために、同じ意味な違うタームについては、まあ、勝手にその変換してやってくれるというように使います。で、一つの文献に大体メッシュタームというのは10個から15個ぐらい、加えられていまして、で、そのタームっていうのは、その階層構造を持つ用語間の関係として整理されています。で、それはまあ独自に、それはそれで見ることができるんですが、まあ、通常皆さん見ることはあんまりなくて、例えばですね、このパブメドのキーワード検索のところに、テューマーっていう、腫瘍という単語を、まあ、入れたとしますね。まあ、そうするとご覧のような検索結果が出てくるわけですが、ここでディテールっていうタブがありますよ。ここをクリックすると、そのどういう条件で検索されたかという厳密な式を見ることができるんですね。で、それを見てみると、こういうふうに書いて、クエリートランスレーションって書かれてますけれども、こんなふうな条件式が実は内部で作られて検索されているんです。で、TUMA って入れただけなのに、その OR を入れただけなのに OUR という展開されていたり、ネオプラズムズっていう、まあ、そのがんの、別な言い方ですね、そういう同義語に対して展開してくれて、それがオールフィールズっていうのは、まあ、文献の、どの場所にあっても拾ってきてくれるし、あるいはメッシュタームというその特定のフィールドに書かれてあるものでも拾ってきてくれると。このようにそのメッシュタームっていうのは整理されることによって、
広く集めてくることができるというように使われます。で、次はメドラインの、パブメドのデータなんですけれども、メドライン形式っていうのは、その左上のところをですね、ディスプレイのところで選択することができて、これを選ぶと図のような形式で表示されます。これは一つの文献の例なんですけれども、まずそのパブメド ID、PMID っていうのが、パブメドではどの文献にも ID として振られています。それから、例えばメドラインの中での登録された日であるとか、これはタイトルですね。タイトルは TI からつながっていく。あとページ番号とか、AB っていうのはアブストラクト、概要ですね。ここまで見ると大体どういう内容かっていうのが分かりますし、それから、これはアドレスで、その著者の住所、あとは著者がどういう人か。この辺はキー、サーチ検索に引っかかるように、いろんな名字が略式であったり、フルネームであったり、さまざまな形で書かれてあったりするわけです。今こういう形式で文献を登録してあって、非常にそのよく使われているのがパブメドであり、その中の主要なデータはメドラインであるということですね。メドラインの、そのもうちょっと下の方行きますと、著者の次に、MH ってあるのがこれメッシュタームなんですね。例えばこんなふうに1つの文献には10個ぐらいのメッシュタームというものが付与されています。アミノアシードシーケンスであるとか、これはヒューマンに関係する論文とか、あるいはシーケンスデータもありますとか、モレキュラーウェイトもありますとか、プロテインストラクチャー、三次構造について語ったものですとか、そういう、これはもうあらかじめ決められた単語フレーズを付与しているので、非常にその検索したり、あるいはその統計を取ったりするのに便利であります。で、下の方はいろんな日付がありますか、登録された日付であるとか、どういう形態で出版されたかによって日付が何種類かあったり、レシーブアクセプトなどの日付も載ってたりします。で、文献については以上ですが、次にゲノムデータベースに移りたいと思います。ゲノムのデータベースは主に有名なところは3つありまして、先ほどと同じ NCBI、NLM と言いましたが、もうちょっと小さい組織で言えば NCBI という組織で作られたマップビューワー、それからアンサンブル、これはイギリスのエンブル EBI という組織、あとサンガーセンター、サンガー研究所というところの共同のデータベースです。3つ目が、カリフォルニア大学の UCSC ゲノムブラウザというものです。これを順番に見ていきます。で、1つ目はマップビューワーなんですが、これは NCBI のトップページで、ここからどう、大体のここは皆さんブックマークしてよく最初に行くようなところなんですが、ここからどうやって行くかっていうのが何通りかありまして、左下にゲノム生物学っていうところがありますが、ここから行ったりですね、特定の生物種、人とかマウスとかだと、右側にホットスポットということで、ここからも行ける。で、例えば、人のヒューマンゲノムリソースっていうところをクリックしますと、次のような画面になるわけです。で、これは左上ゲノムバイオロジーとあって、いろんなアセンブリー、アノテーションインフォメーションがありますよと。アセンブリーっていうのは、そのゲノム配列を、断片をシーケンスして、それをこう組み合わせて全体を長くつなげたものですね。そういうデータへ直接行ったり、あるいはその、グロッサリーというか用語集みたいのに行ったり、コンソーシアムというその研究組織って言いますかね、そういうグループの情報に行ったりすると。で、ここにはアナウンスメント、マップビューアーには、人以外にいろいろな生物種についてダイレクトに飛ぶようなリンクがある。で、右側の方も、オーガニズムスペシフィックな、いろんなそのブラストをかけたり、マップビューアーに行ったり、ゲノムプロジェクトデータベース他にありますとかいうのがあって、それらのリンクが各生物種ごとにもっと下にたくさんあるんですけれども、ちょっと上の部分だけカットしておりますが、こういうリンクがたくさんあると。
で、これは例えば人のさらに進んで21番の染色体だけを見た図です。左側のところに、まあ、染色体の絵がありまして、座標がありますね。それからいろんなマーカーであるとか遺伝子のシンボルごとにその特定のところを拡大して、これ例えばこの辺ですね、この辺の領域を拡大して、そこにはこれの遺伝子がこういう順番で並んでいますと。で、それから詳しく見たい場合にはこういうリンクをたどってくださいと。で、まあ簡単にはそのこれは21番染色体のもうちょっと詳しい座標っていうのが書いてますね。まあ、P とか Q とかがあって、その後番地が例えば22番地の1であるとか、そういう詳しい番地が書いてありまして、それぞれの遺伝子のディスクリプション、どんな遺伝子なのかっていう記述がずっと並んでいると。これはまあ、クリックしたり、あるいは、そうですね、クリックしたりしていくと、まあ、拡大していったり、見ることができます。で、一つ例えば、これは IL4 遺伝子を、まあ、キーワードサーチで、ここまでたどり着いたんですけど、例えばこれは、まあ、左側、染色体の一部を、拡大したところですが、もうある一部分に、これぐらいの遺伝子がある。ですが、まあ、その中の一つを拡大すると、IL4 の遺伝子はこういうエクソイントロン構造をしていると。です。まあ、塩基の数字的にはこういう番地であるとか。で、先ほどの同じようなリンクがこのようにあるという感じですね。で、まあ実はその私もあんまり NCBI のマップビューアーを使うよりは次の2つを使うことが多くて、まあ、それがアンサン、その1つがアンサンブルというもので、これはエンブル EBI というところとサンガインスティテュート共同でやってるんですが、まあ、これはトップページですね。で、まあ、どれも大体共通なんですが、ヒューマンとかいうのは大体、まあ、上に来たりして、ヒューマンマウスデブラフィッシュ、まあ、それ以外だとここをクリックしてその他の生物種を選ぶというような感じになってますが、一応中身の概要をご説明しますと、エンブルと EBI というこの2つ、エンブルの中の EBI ですね。EBI、まあ、分質っていうか、そこと、ウェルカムトラストの財団によるサンガインスティテュートの共同プロジェクトで、まあ、ゲノム配列をもととして、それにいろんなアノテーションをつけています。まあ、特に遺伝子、あるいはアンコーディング RNA とか、そういうのが中心なんですが、生物種はかなり広くて、ヒト、チンパンジー、マウス、ゼブラフィッシュなどの脊椎動物、また小獣害、線虫、酵母、バクテリアまで広くありますと。で、最初の方は、できた当初は真核生物のみだったんですが、だんだんその生物種、扱う生物種を広げていって、現在に至ってあります。で、主な機能としては、ゲノムブラウザによるデータの閲覧、まあ、遺伝子の存在ばかりではなく、そのゲノムというわけですから、リピート配列とか、まあ、そのコンパラティブゲノミックスといいますか、比較ゲノムで、他の生物種のゲノムと、どのくらい保存されているかとか、受信顔料等ですね。まあ、遺伝子というよりはゲノムの様々な面を、側面を見やすくなっていると。で、さらにその自分のデータがあったときに、例えばその特定の領域を研究しているというときに、この辺の、領域に、まあ、変異が見つかっているとかですね、ゲノム領域が分かっていないと、新しい遺伝子を見つけたとか、そういうときに、そういうものを合わせて見ることができて、まあ、向こうが提供しているデータと自分の取った新しいデータを合わせて表示することができるような特徴があります。それからデータベースに対する検索としては、通常のキーワード検索で遺伝子や領域を検索したり、ブラストやサハというもので配列をインプットして配列に似たところを探すということができます。それから内部のデータ提供しているアノテーションといいますかね、どのゲノム配列の位置にどういう特徴があるとか、どういう遺伝子が載っているというようなデータをダウンロードしたり、後で詳しく言いますけど、バイオマート
というツールが用意されてまして、それを通して特定の絞り込んだ特定のデータだけを取ってくることもできます。で、これアンサンブルの生物種についてざっと見れるページがあるんですけれども、アンサンブルの左側のメニューっていうのがあって、その中にスピーシーズリストっていうのがあります。ここをクリックするとこのような画面になるんですけれども、主にそのゲノム配列が決まった真核生物さまざまなものと、で左の方にその他の生物種に行くためのリンクがあります。で左だったらこの画面以外の構成動物、で真ん中のリンクは菌類、で右側のリンクは原生生物や細菌、古細菌なんですが、ここには実は そんなにたくさん入っているいないものもあります。で生物種、自分が興味のある生物種にたどり着くために、もう一つ別なフィロウィジットっていうのが用意されてまして、これはブラウザの中でこういう画面が出てくるんですが、例えばラットっていうことでサーチすると、系統樹の中のこの辺にありますよっていうことで、ここをクリックするとラットのゲノムに行くことができたり、左側のボタンを押すことで、この系統樹を拡大縮小したり、下の方を見に行ったりとか、そういうことができます。そうですね。あと後ほどその系統樹についてご説明しますが、その時に参考になるこの系統樹をテキスト表示したデータがあるんですけれど、こういうものをコピーして使うこともできます。これは先ほどの画面の菌類のところですね、クリックするとこの画面に行って、バクテリアについてはその様々な、ゲノム配列が決まっているので、それらの各種のゲノムブラウザーでデータを見に行くことができます。非常にたくさんあるんですね。で、これはヒューマンの場合の様々なデータの統計です。で、人については年4回ぐらいアノテーションの更新をされています。で例えばアセンブリーってあるのはそのゲノム配列自体、DNA 配列自体の、バージョンがいつのものかっていうのがあって、これはですね、そんなに年4回も更新されないで2年に1回ぐらいというか、だんだんそのフェーズが固まってくると頻繁には更新されない感じになってきます。でデータベースのバージョンとかベース、全ベースペアで大体、30億円きつい。それから、そうですね。この辺はいつデータを作ったかっていうことで、で、ジーンカウントっていうところが一つ、あれですかね、ノンプロテインコーディングジーンズ、人のプロテインを、タンパク質をコードしている遺伝子の数はっていうと、大体その2万の前半あたりっていうのが、その国際的なコンセンサスの数字となっています。で、それから、その最近見つかったコーディングジーンというのも特別に書いてあって1000個ぐらい、それからシュートジーンというその、機能を持たなくなったとされる遺伝子ですね、これが8000ぐらい、それから RNA ジーン、これはコードされていないメッセンジャーを作るけれども、RNA を作るけれどもコードされ、タンパク質はコードしないようなものが6000個ぐらい、それから特別に免疫関係のレセプターのセグメントですね、これが300個ぐらいの個数がありますと。エクソンの数とかトランスクリプトの数っていうのも出てますけれども、あまりその見てどうこうということはないと思います。で、これ特徴的なのはジーンスキャンのジーンプレディクションっていうのがあって、で6万個ぐらいのオーダーであるんですね。これは予測なんですけれども、実際確認されているのは2万に比べて非常に多い。ですからまだその遺伝子とは分かっていないけれども、もしかしたら遺伝子だっていうのは候補はたくさんあるというような話ですね。スニップスっていうのは竹
一塩基多系でありまして、ゲノムの DNA の ACGT がある領域で1個だけ、まあ、個人間で違うとかいうデータがこれだけ、1500万この箇所あるということですね。これはアンサンブルの一つの遺伝子についてどんなデータがあるかを見たものです。ジンサマリーというテーブルになっていまして、でこれ例えばジンの名前でいうと FOXP2 という遺伝子で、アンサンブルの中では独自の ID がアンス G という番号が ID が振られています。こういう何番目につけられたこういうアンサンブルの ID ですが、まあ、一般的には国際的には FOXP2 という名前です。で、ロケーションというのは染色体のこれ7番の、頭から、これは1億1372万なんとか塩基目から、何塩基目までありまして、プラス差の方にあるフォワードストランドっていうのは、番地の少ない方から転写されるのか、フォワードの逆だと、リバースだと、逆向きに転写されるのかということを示しています。で、このトランス遺伝子は転写産物が実は19個見つかっていますということで番号が振られてまして、でトランスクリプト ID というのはこれはアンサンブルが独自につけたアンス T というトランスクリプトの T ですね、アンサンブルのアンス ENS と、でそういう番号をつけて、プロテインにも、アンス P というプロテインそれぞれがコードするタンパク質の、ID がありまして、でそれらがですね、これはプロテインコーディングなのか、あるいはノンコーディングなのか、あるいはこれナンセンスメディエイティッドディケイっていうのは、これはストップコドンが途中に入って、完全なプロテインを翻訳しないような転写産物です。そういうものであるかという内容が示されます。でこれが上部で、この下の方を見に行きますと、ゲノム配列の番地が上のグレーのところですね、こういうところに、赤いのがエクソンイントロン構造ですね、縦棒がエクソンでそれをつないでいるのは、この領域はイントロンですよという意味です。でこのようなエクソンイントロン構造が若干異なっているような、いろんなタイプの、これは選択的スプライシングのバリアントといいますか、オルタナティブスプライシングといいますけれども、このようにその一つの同じ遺伝子でも、さまざまな形式で、スプライシングが起こって、異なるタンパク質を生成するものが、あるといいますか、割と一般的で、半分ぐらいの遺伝子にはこういうタイプがありまして、2パターン以上見つかっています。平均的にですね。でこれは非常にその十数個の転写のパターン。で、プロテインのパターンっていうのはその同じかどうかちょっとわからないんですけど、ここで番号が違うものは違うプロテインのパターンであるかと思います。こんな風にして、どの位置にどういう遺伝子あるいは転写産物プロテインがあるか。というのが、これ今キーワードサーチで最初入りましたけれども、染色体の絵からクリックしてもいけると。でこのアンサンブルの、もう一つのツールといいますか特徴としまして、バイオマートによるデータマイニングということができます。マートビュー、この URL から行くとですね、非常にたくさんのデータがあるんですが、それの欲しい一部だけを取ってくることができる。最初に例えば1番目スタートと書いてますけども、データセットの選択と生物種数選択をしまして、次にその詳しい条件を、マウスでクリックしてあるいは選んで、絞り込んでいくんですね。で3番目にどういうデータタイプのデータを出すかっていうのを選んで、
最後フォーマットの選択をすれば、皆さんのパソコンの中で、さらなる解析をしたり、あるいは報告書に、それをそのまま貼っつけたりすることができる。で、具体的にちょっと見ていきますと、トップ画面からは右側の真ん中あたりにマインアンサンブルウィズバイオマートというリンクがありますので、ここから入っていきます。で、このような画面が出てきて、左側のデータセットというのをクリックして、チューズデータベース、データベースを選んでくださいということで、大体特に標準的なものとしてはアンサンブルの55っていうものを選びます。あるいはそのベガっていうのはより精査されたデータが入ってまして、非常に信頼性の高いものだけがあるんですが、若干一部のデータのみになります。またちょっとその下の方はその他変わったタイプがありますが、大体アンサンブルの55っていうのを選んでいって、次に出てくる画面がこれなんですけれども、これはフィルターズっていうところをクリックしますと、右側のような選択肢が出てきます。で、ですね、この中で、遺伝子を選ぶとか、ジーンオントロジーで選ぶとか、発現、遺伝子の発現のタイプで選ぶとか、他の生物種との保存、ゲノムの保存度とかで選ぶとかですね、プロテイン ID などで選ぶなどがありますが、例えば、これはそのプロテインのタイプで、トランスメンブレインのドメインを持つような遺伝子をまず拾ってこようと、したときに、ここにクリックをするとですね、あれ、これはちょっと、すみません。そうですね、例えばその、こういうものを、トランスメンブレインドメインを欲しいというところをクリックして、でカウントっていうのを押すんですね。でカウントっていうのを押すと、トランスメンブレインのドメインが何個ぐらいそのアンサンブル55のヒューマンのデータにあるかというのをカウントされて、大体数秒で、全部で4万ぐらいの遺伝子のうちの5900ぐらいの、遺伝子がトランスメンブレインドメインを持ちますよというふうに、出てくるわけです。でこのカウントは、左の上の方に本当は出てくるんですけど、これはそのカウントとした次の画面を表示しているわけで、ちょっとそれをきちんと出すと、この画面ですね、この画面の左上の方にデータセットのカウントをした後にここに数値が出てきます。で、フィルターで何を、どういうもの欲しいかっていうのを選んだ後には、この右半分のような画面が出てきまして、これはその条件で遺伝子をまず絞ったと、その遺伝子についてどのようなデータが欲しいですかっていうのをこれから選びます。でこれ例えばそのフィーチャーズってあるのを最初にデフォルトで選ばれているんですが、フィーチャーズの中にはその遺伝子のいろんなデータがあり、ホモログとかストラクチャーとかありますが、今回はちょっとフィーチャーズのジーンというところで見ますと、アンサンブルのまずジーン ID というものを取ってくる、あるいはトランスクリプト ID というのを取ってくる、あるいはその記述、どんな遺伝子かというのを、テキストを取ってくる。で、あるいはここにチェックがしてますが、トランスクリプト、転写産物がその遺伝子で何個あるか、あるいは GC のパーセンテージですね、ACGT のその GC のパーセンテージが欲しい。これだけチェックすると、左側にそのチェックした項目っていうのが出てきます。それでその後にリザルトっていうのをクリックします。ここですね。そうすると検索結果が表示されます。で、ご覧のような画面になりまして、やはりこの右側のところがこう新しく画面が変わってきて、テーブル形式で
これはさっきアトリビュートのところで選んだアンサンブルジーン ID、トランスクリプト ID、ディスクリプション、GC、コンテンツなどなどがテーブル形式で出てきている。でこの後に、どういう形式で保存するかっていうのが上の方にありますので、そこから、例えばこれだとこのままだとですね、TSV という形式のタブ区切りのテキストファイルで、取ることができます。あとは Excel 形式だと CSV とか、あるいはここに URL っていうのがありますが、URL っていうのを、クリックしますと、このデータを、再現するための URL っていうのが付けられて取得できますので、まあ、それを、他人に E メールに送って教えてあげるとかですね、いうことができます。XML っていうのは、まあ、テキストの、XML 形式のデータとして取ることができるし、Perl っていうのはですね、この検索を行うための Perl プログラムのソースコードが取れます。だからその、例えば1ヶ月後とか1年後とかに再度同じ、検索方法で取りたいという時にも Perl プログラムを取っておくと、それを、コマンドで1回叩けば同じデータがまた再度取得できるということになります。まあ、そのようないろんな形式で取ることができます。で、以上でアンサンブルについて、あるいはアンスマート、バイオマートについて説明を終わりました。で、3つ目は UCSC、カリフォルニア大学のゲノムブラウザーで、これも非常にその有用なさまざまなデータが入っています。で、これはですね、まあ、入っているアノテーション情報はノウンジーンズという、まあ、これは知られているよく分かっている遺伝子が何か、あるいはプレディクティッドジーンズ、それから EST、 これは遺伝子の配列の発現したメッセンジャーの一部の配列を高速にたくさん取ってきて登録したもので、一応発現しているというエビデンスはあるといえばあるんですが、割と信頼性が低いとされています。そういう転写産物のデータ、あるいはメッセン mRNA っていうのはもうちょっとしっかりと実験で、確認したデータ、それから CPG アイランドっていうのはゲノムの配列の中で CG という二塩基が濃縮されてある領域があるんですが、そういうところは遺伝子の上流とかぶっている、オーバーラップしている可能性が高いと言われています。遺伝子の、まあ、ランドマークといいますか、目印として考えられているんですが、そういう領域、それからアセンブリーギャップスアンドカバレージっていうのは、まあ、ゲノム配列も、研究の途中では あるところは配列が決まって、あるところは配列が決まってない。で、そういうところはアセンブリーギャップというわけです。決まってないところですね。そういうところと、まあ、ギャップがあればカバレージ全体のどのくらいシーケンスしたか、そういうデータがあるかっていうのは 100% ではないので、まあ、そういう この領域は何パーセントぐらいそのゲノム配列が分かっているのかっていうのがカバレージですね。それからクロモソーマルバンドっていうのは、まあ、染色体の何番の、どういうパンチかっていうものに付随して、まあ、ギムザ染色で、まあ、黒白の絵がよく出されますけれども、その黒白で、決められるバンド幅、が絵で出てきます。それからマウスホモロジーというと、これはマウスとヒューマンの間で あるいは、まあ、マウスのホモロジー、マウスのゲノムとの、ゲノム配列がどの程度似ているかっていう似て、いるかっていう情報が、まあ、いろいろ入っていると。で、ここに入っている生物は人以外にも脊索動物、いろんなものがあって、あるいはハエや線虫工房などがありますが、まあ、植物や細菌等は入っていません。で、次に行きますと、で、ここでどんなサービスがあるかっていうことが、まあ、これメニューを列挙したものなんですが、ゲノムブラウザーというのが今言ったようにいろんなゲノムの情報が取れる、見れる、図で見れるもので、エンコードっていうのはその人のエンコードプロジェクトっていうものがアメリカでありまして、これは
ヒトゲノムのですね、1%ぐらいをセレクトしたものと、ランダムに選んだ領域1%について、詳細にですね、その時の最善の手法で、まあ、遺伝子があるのかどうか、あるいはその遺伝子を発現を制御しているエレメントがどのくらいあるのかとかですね、濃密に調べたプロジェクトがありますが、そういう領域については、このエンコードというところのデータが見れると。それからブラッドっていうのは、手元に、転写産物の配列がありますと、それを高速にゲノムのどの位置に対応するのか、エクソイントロ構造を考慮して、あなたの配列はゲノムのこの位置に対応しますというのを、まあ、ブラストよりもはるかに高速にですね、同定してくれると。で、その他テーブルブラウザーとか、ジーンソータ、まあ、この辺はちょっと後でまた絵とともにご覧入れます。さまざまなものがあります。で、これはトップページで、まあ、大抵ですね、左上のゲノム図っていうところをクリックしますと、これはまずデフォルトではヒューマンのゲノムブラウザーになります。で、下半分の画面に行くわけですけれども、で、ここで、クレードを選んで、生物種を変えたり、まあ、ゲノムっていうのはここでは、まあ、生物種ですね。で、アセンブリーっていうのは、まあ、アンサンブルと同じように、まあ、最近のデータ、ゲノムで配列を選ぶのか、もうちょっと前の、バージョンを選ぶのかっていうのが選びます。それから、ポジションはこれデフォルトで入っているものですが、これだと X 染色体のこの番地からこの番地塩基までの領域を表示してくださいという話になります。で、まあ、この辺はあまり変えないんですが、単にこのままサブミットって押しますと、このような画面が出てきます。まずですね、まずこの、まあ、ヒューマンの2006年のバージョンが表示されてますっていうことで、で、このムーブとかいうのは多分お分かりだと思いますが、この画面上、左側移動したり、右側に移動したり、ちょっと移動するか、たくさん移動するか、それからズームインの何倍で、まあ、詳しく見れるかっていうのと、またズームアウトで、もうちょっと引いてみるっていうこともできます。で、これは先ほど入力した条件、この X 染色体の何番目から何番目までを表示するというのを、ここで、修正して再度サーチをすることができます。それからここでサイズっていうのは表示しているサイズですね。ここでは310キロベースの領域が左から右側までの長さであるということですね。で、ここでコンフィギュアっていうのは、この下に実はいろんな表示するものを選ぶところがあるんですが、そこを詳細に選ぶことができる設定画面に飛びます。で、この画面はですね、染色体、X 染色体の画面ですね。で、黒白の、ギムザバンドの、と、それから、まあ、番地が書いてありまして、で、赤いところを今表示してますよっていうことですね。で、この表示している領域には、まあ、大体その一番上には UCSC ジーンズというのがありまして、これは割と、後で紹介しますが、レフセックとかユニプロットとかジェンバンク等の有名なデータベースにある遺伝子の情報を取ってきたものを表示しています。名前、ここにある名前が CABRA3 であり、レフセックではこういう配列が登録されていて、これはマンマリアンジーンコレクションではこういう、ID で遺伝子があり、あるいはその他の、そうですね、ジェンバンクのデータでは、こういう配列がありますと。で、基本的に、まあ、お分かりのように、ほとんど共通に、どのデータベースにも共通に、この遺伝子のエクソイントロン構造は、登録されているということが分かります。大体同じっていうのは目で分かりますね。まあ、よく見ると、もしかしたら違うかもしれない。それから、まんまるコーンズっていうのは、コンサーブドリージョンで、これ一つのグラフと見ていただきたいんですが、どの領域が他の生物種とゲノム配列が保存しているかというのを、保存されているのは縦棒がたくさん、上にあると。
で、それの生物種ごとの保存度をちょっと、見たのが、アライメントが取れた領域っていうのはこの辺に並んでいまして、この辺上の方はリーサスモンキーのゲノム配列との保存度であるとか、マウスと、まあ、保存度、アライメントが取れた領域がこう分かるわけですね。で、これってトータルな保存度を見たのが上のまんまるコンスという、哺乳類の中で見た保存度です。で、その下の方はまあ44個の脊椎動物の中の、アライメントを取れたところが並んでいます。それからこれはスニップスがどこにあるかっていう密度ですね。これはどんどん拡大していくと、1塩基レベルでまで表示されていきます。それからその下にあるのは発現データですね。すいません、これはスニップのデータですね。同様に、上と同様にスニップのそれぞれの、どういうプラットフォームでやったか、測定したかっていうの別に書かれてあります。一番下はリピートマスカーっていうゲノム配列の、反復配列を同定するプログラムの結果で、この黒いところにリピート配列がありますよっていうことですね。で、この下の部分が、すいません。この下の部分ちょっと絵がないですけれども、さまざまなデータ、まあ、デフォルトで出てないものを出したいときに、まあ、クリックで選べるようになっていて、さまざまなものがあります。で、それを、グループで列挙したのがこれで、その他出せる、あるいはもうちょっとこの詳しく見れる項目っていうのは、まあ、ご覧のようにたくさんあるわけです。で、これを、まあ、UCSC ではトラックって言いますが、マッピングデータや疾患に関連した表現系のデータや、遺伝子予測された遺伝子のデータ、まあ、遺伝子、先ほどはそのレフセクとか有名どころのデータだけ出されてありますが、もうちょっとそのいろんな研究グループが、いろんな遺伝子がありますよっていう、まだコンセンサスが取れてないような遺伝子もたくさん載ってますし、それからメッセンジャーと EST、発現データ、発現制御領域のデータとかですね、比較ゲノムのデータ、ゲノム変異リピート配列、まあ、実はその一つの、例えば発現データとかリピート配列のデータとか取ってもですね、まあ、研究者ごとに違うという部分があります。あるいは新しく論文が出た時に、まあ、こういうここに新しい、リピート配列のファミリーが見つかりましたとかですね、発現制御領域として、ここにこういうエレメントが同定されましたとか、そういうのはたくさん論文出てますが、その大規模にやった実験で、かつネイチャーとか有名な論文に出ていると、まあ、しばらくするとこのゲノムブラウザに登録される傾向にあります。ということで、その、まあ、割と最近の、先端的な実験データをこのゲノムブラウザーでは載せてくれていて、それらをこう一覧することができるというですね、まあ、非常に便利なブラウザーです。で、下の方はパイロットエンコードってありますが、先ほどのエンコードっていうものと同じで、まあ、エンコード領域、特定の領域に限っているんですが、そこについては非常に詳しい実験結果が載っています。で、これは、次はテーブルブラウザーという UCSC の中の一つのサービスですが、先ほどはそのグラフィックでどの領域にどういうデータがあるかっていうのを見ることができると。で、今度は、それらの中身のですね、テキストデータをこれは取得するためのツールで、アンサンブルでいうとバイオマートに相当します。このテーブルブラウザーで、欲しいデータの条件を指定して、どんな情報が欲しいのかっていうのを指定して、その部分、特定の部分だけのデータを、テキストデータとして、自分のパソコンに取ってくると。その後は、まあ、自分で、何ですかね、さらに解析をしたり、するわけです。で、これについては、まあ、例えばクレードとかゲノムアセンブリグループとかいうのは、これまで言ったところになります。で、ノウンジン、すいません。テーブルのノウンジンっていうのも先ほど出てきた、
ですね、ここになりますね。1番目、まあ、これにトラックに、各トラックに対応して名前がついていますので、まあ、グラフィカルに見ながら、これはどこで選んだらいいのかっていうのを、まあ、選んでいけば大体わかると思いますが、まあ、あんまりその詳しい、なんていうんですかね、すぐにわかるような感じではないので、大体ヘルプとか見ていただかないといけないかなと思います。でその他のサービスとして、例えばゲノムグラフ、これはゲノム座標中で、ですね、これ例えば、CCCT1 ダイアビーティスというグラフなんですが、これはある、まあ、糖尿病に関して、健常者と疾患の人、ゲノムワイドの相関比較して、まあ疾患を持つよう、あるいは特定の反応を示す人たちに特有な領域がどこにあるかっていうのをマーカーで探索して、その、まあ、怪しい領域といいますか、疾患に関係しているだろう領域っていうのがグラフで出てくると。まあ、このなんか、こういう領域とかですね、値の Y 軸の高いところに、が見られるところが、この実験では関連があるんではないかと思われる領域なんですね。まあ、そういうのでだんだんこう絞って遺伝子、怪しい遺伝子というか、原因遺伝子を探していくのに使ったりします。で次はジンソーターという、これ発現、データをもとに、類似した発現パターンを持つ遺伝子を、このように表示します。まあ、ソーターというわけですから、まあ、似た順番にですね、特定の遺伝子の発現と似た順番にこのように表示していきます。これはまあ各列が遺伝子で、縦軸はどういう組織に発現量が高いか、高いと赤で、低いと緑という形になっています。今次に行きますと、そうですね、このジンソーターの画面でビジジーンというカラムがあるんですが、ここのリンクを押しますと、ビジジーンというデータに行きまして、これはインサイチューのハイブリダイザーションの、イメージ図が出てきます。つまり、どの組織のどの領域に電子がこう発現しているかっていう、写真が出てくるわけですね。これによって、確認、発現、こう発現している領域を確認すると。で最後に、UCSC のあるいはゲノムブラウザーいろんなものありますけれども、これについては JST のミニコースっていうのがありまして、ここにもうちょっと詳しい解説がありますので参照してください。NCBI のページについては本家の英語版が翻訳あって、それを翻訳したものです。でゲノムデータベースについては以上で終わりまして、次に DNA 配列のデータベースを紹介します。で、まあ、DNA 配列のデータベースというとですね、定番のものがこれでありまして、 DDBJ、エンブル、ジェンバンク、まあ、3つ共通なんですけれども、それの統合したもの、あるいはそれぞれを見ればいいと。でこの3つのデータベースをまとめて、インターナショナルヌクレオチドシーケンスデータベース、略して INSD と呼ばれます。でこれは世界の3機関、日本の DNA データバンク DDBJ と、欧州のエンブリ EBI と、米国の NCBI という3つの機関で、研究者から DNA 配列をサブミットしてもらいまして、それを3社で共有しているデータベースです。で、これを指すときに INSD っていう名前はあんまりコモンというか、あまり使われてなくて、多分皆さんはですね、ジェンバンクとかですね、DDBJ とか、この3つの呼び名のうちの1つを言って、このデータベースを指すのが通常のようです。まあ人によってはジェンバンクって言ったり、人によっては DDBJ のデータを使えばいいと、そういう感じで言います。
で、DDBJ のその、の、まあ、データの中身ですが、そうですね、まず集め方についてはその登録を受け付けてまして、これは3箇所それぞれで受け付けてます。どこに受け付けても1日で、まあ公開されたら、まあ、1日で共通化されますので、どこでもいいんですが、アクセッション番号っていうのを発行されます。で、そのアクセッション番号がユニークにつきますので、それによって検索したり、それからアノテーションがいろいろつきますので、どういう生物のものであるとか、どういう遺伝子であるとかですね、そういうもので検索もできるというようになると。で、この DDBJ の配列にのアノテーション、あるいはその、情報については、これからちょっと詳しくやります。というのも、どうもですね、なんですかね、バイオインフォマティックスの試験に非常に必ずのように出てくるので、まあ、非常に、大事だということですね。で、これは DDBJ のホームページでありまして、まあ、左側の方では、まあ、紹介、利用の手引き、まあ、非常に詳しい日本語の資料がありますので、まあ、ご覧になるといいと思います。これは、サクラとか大量登録システムとか、ね、ここは、まあ、登録、塩基配列を登録したい人向けですね。で、検索には、まあ、このような、感じで、ゲットエントリーとか SRS とかブラストのいくつか種類があります。で、公開形式、データの形式はフラットファイルという形式で、提供されています。そうですね。例えば2番目のように、特許から収集した配列も、含んでいますっていうのが一つのポイント。それからこのデータベースはエントリーの集合として、構成されていますが、それらのフォーマットは、まあ、フラットファイルという形式で、これはですね、特に構造のないファイル形式ということなんですが、具体的には後の資料に出てくるように、なんていうんですかね、構造があるようなないような形式で書かれています。それから塩基配列のほかに、配列の登録者、関連文献、由来の生物種やその他特徴情報があると。で、そういう特徴には、まあ、遺伝子の機能や特性に関する情報が載っています。で、主な入力情報の具体的には、ローカス名っていうのは、まあ、染色体の中の、特定の名前がついた領域ですね。大抵遺伝子と、一つの遺伝子と相関して、1ローカスに、まあ、一つの遺伝子があるところは、大体一つのローカス名がついている。からその配、そのエントリーの配列帳、分子のタイプ等々ですね。ディフィニッションとしては、生物名、遺伝子名、アクセッション番号、バージョン、ソース、まあ、この辺ちょっと具体的には本当に後で、ですね、すぐ具体的に見ますので、こんな感じになっていますね。まあ、重要なのは上の方にあって、まあ、ローカスの名前と、まあ、長さですね、何ベースあるのか、で、それのタイプが、まあ、3種類ぐらいあって、登録の日付があって、まあ、今言ったようなものが、ずっとあります。で、この分子タイプと分子形態と区分というものについて、どういうものがあるかっていうのが次のスライドなんですが、例えば分子タイプというところには、DNA なのか RNA なのか、あるいはメッセンジャーなのか、RNA か tRNA か CRNA のいずれかが書かれてありまして、その隣の分子形態というところには、塩基配列の分子形態がリニアかサーキュラーかという、まあ、原核生物だと大体サーキュラーということになるわけですが、まあ、アーティフィシャルなものであると、まあ、どちらか分からないとかいうことがありますので、そういう分子形態、それからその隣には区分ですね。HUM とあればヒューマン、人であり、PRI とあればプライメート、霊長類である。ただ、まあ、ローデント月種類とか、まあ、マンマリアン、哺乳類であるとか、まあ、このような、のうちのいずれかが大体ついています。で、
多分この辺を読み取るっていうのが、おそらく試験の問題の一つのポイントになっているようです。で、ディビジョンというところには、このようなもののいくつかあります。最初、このエントリーの例で言うと、この EST ってあるところですね。そのところには、ご覧のような区分のいずれかが書かれていまして、意味としては、パッドとあればパテントのデータですよとか、塩分とあれば、これは環境上のサンプル由来ですから、最近メタゲノムとか大量に登録されているとこれになるんでしょうね。人為的に構成された配列の場合、シンセティックの SYN、EST っていうのは、発現した配列のシーケンスの一部で、割とその、なんていうんですかね、配列エラーもあったりして、あるいは、なんですか、実験上のエラーとかであんまり信頼されてないとされてますけど、TSA っていうのは再構成されたアセンブルのメッセンジャーですよと。GSS っていうのはゲノムサーベイシーケンス、ショートシングルパスのゲノム。HTC っていうのはハイスループット CDNA シーケンスで、これは EST と似てるんだけども違って、大規模な CDNA 配列プロジェクトに由来して更新が期待されると。で、あるいはそのフィニッシュした後、生物種によるディビジョンに移される場合があります。STS というと、シーケンスタグドサイツって言って、これはマーカーに使われるような、配列ですね。UNA というのは未注釈で、最近は使われてないということです。で、HTG っていうのは、これも少し前に、ゲノムプロジェクトで、特有の区分ですが、ハイスループットゲノムシーケンスというもので、ゲノムプロジェクトを通って、出されたというもので、で、これはフェーズが0、1、2というのは、詳しい、記述が書かれていることが多いです。フェーズ0っていうのは、コンティグという単位が構成される、この HTG の配列をたくさん、アセンブリするとコンティグというものが作られて、で、コンティグが集まると全ゲノム配列が決まっていくわけですが、そういう非常に前段階のフェーズ0です。で、だんだんと0、1、2っていうフェーズが上がってきて、HTG から別のですね、なんだ、コンティグというこっちの区分の配列がまた登録されるという感じになります。これはコンティグのデータで、ゲノムプロジェクトのように個々に登録されて一連の配列データを結合して一つのアクセッション番号を付与した長大なデータで、長大ですから、この一つのコンというところには複数の遺伝子がだいたい100個ぐらいとかですね、そういう単位で登録されているのが多いです。で、このような区分がありますと。で、次はこのエントリーの絵でいきますと、真ん中から下の方の話なんですが、そうですね、ディフィニッションというと、ちょっとこれ少し枚数戻ってますが、ディフィニッションというのは、この配列の記述ですね、どういう配列かっていうのを、一応定義したようなもの。で、アクセッション番号っていうのは登録したときに与えられる配列番号です。で、大体アルファベット1、2文字と数字の列であると。で、細かい、これが更新されていくと、ドット1、ドット2っていうことでバージョンがちょっと上がっていきます。で、付与されるキーワードがあったりなかったりで、で、この配列がどういう由来のものかっていうのがソースであって、これはホモ・サピエンスの由来のものであると。あるいはその生物種としては、もうちょっと詳しくタクソノミーというか、生物種の系統分類で、ユーカリウォーターからずっと細かくいって、ホモサピエンスというところまで書いてますね。それからレファレンスっていうのは、その関連する文献です。で、これはこの配列は、この論文とに登録されていますよというか、この論文の仕事から出てきた配列ですということです。そうですね、その次にフィーチャーズってあって、上半分は定番のなんか、アノテーションっていいますか、定番の情報なんですね、必ずつくんですが、
その下のフィーチャーズ以降はですね、その登録する人が選んでつけたりつけなかったりという情報です。このフィーチャーズというものが、その3枚ぐらい後のところで出てくるものですね。で、ここで典型的なのは、ソースっていうところとか、CDS っていう、これは、ところですね。まずフィーチャーズってあって、これはまあロケーションあるいはクオリファイアという、そのもうちょっとどういう、どの位置の、どんなタイプのものなのかっていうのがあって、これ1から450っていうのはこのエントリー中で、1延期目から450延期目まではこのような情報を持ってますっていうことです。で、この配列は染色体で言えば12番であり、取ったクローンの名称はこれこれ、あるいはライブラリーはこれこれであり、染色体上のマップ位置、もうちょっと番地まで示すとここにあると。で、取ったタイプはメッセンジャーで、オーガニズムはホモサピエンスであり、ティシュータイプまで書いてありますね。これは肝臓であると。で、この450塩基の中の、この中のですね、86塩基目から450塩基目までは、コーディングシーケンスであるということを意味します。CDS っていうのは、タンパクをコードしているコーディングシーケンスということですね。で、コドンのスタートの場所は1番目であって、まあ、これは1か2か3で書かれます。で、どういう遺伝子が書かれてますよというような内容になります。で、最後にベースカウントといって、まあ、配列の ACDT の組成が書いてあって、実際の配列があると。いうようなのが典型的な DDBJ データの、フォーマットになります。多分こういうのをですね、見て、意味がわかるというのが多分そのリテラシーということなんだろうと思います。で、このちなみになんですが、DDBJ のデータの生物種ごとのデータ量ランキング、人がやはり一番塩基数では多い、マウス、ラット、トウモロコシ、牛となってますが、まあ、どのような生物がよく研究されているか、あるいは全ゲノム決定された時のゲノムのサイズにまあ比例するところもあります。多分8番目のマリンメタゲノムっていうのは最近、これですね、海洋メタゲノム、最近の登録が多いんだろうと思います。など学問的な検知で重要だったりして、登録されているのが多いですね。はい、でとりあえずその第1番目のセッション終わりまして休憩に入りたいと思いますが、その前に質問等ございましたらお願いします。